おはようございます。民進党の青柳陽一郎でございます。本日は30分の時間をいただきました。ありがとうございます。また河野外務大臣には、衆議院での初の国会委員会だと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。まず北朝鮮のミサイル発射事案の前に1点確認をさせていただきたいと思います。昨日の午後6時半過ぎ、沖縄の基地に向かっていたオスプレイが大分空港に緊急着陸した件について、幸い人や火災は、怪我人や火災は発生していないということでございますが、このオスプレイについてはつい先日もオーストラリア沖で墜落事故があり、隊員3名が死亡するなど、事故やトラブル、これが相次いでいるわけでございます。一歩間違えば我が国でも重大な惨事、大事故につながる、こういう可能性があります。今回の件というのはエンジントラブルではないかという情報もありますけれども、事実本件の状況確認どこまで進んでいるのか、そして防衛省と防衛大臣として米側に対して何か申し入れはしているのかについて、まず確認させていただきたいと思います。防衛省宮間地方協力局長。お答え申し上げます。昨日8月29日でございますが、18時45分ごろ、米海兵隊の MV-22 オスプレイ1機が大分県国東市に所在いたします大分空港に着陸をいたしました。本件について米側からは第一海兵航空団所属のオスプレイがコックピット内の計器の表示を受け、安全を確保するために通常手順に従って予防着陸を行った、この着陸による怪我人や物的損害は生じていないとの説明を受けているところでございます。また現在米側に対し着陸の原因を含む情報提供を求めているところでございます。米側からは着陸した機体については離陸前に徹底的な点検を行うという説明を受けているところです。いずれにいたしましても、防衛省としては米軍機の飛行に際しては安全面の確保は大前提との認識のもと、周辺住民の方々に不安を与えることがないよう引き続き米側に対し、航空機の安全管理に万全を期すよう求めてまいります。また申し出をしたのかという、お尋ねがございました。これにつきましては昨晩のうちに米側に対し安全管理の徹底と追加的な情報の継続的な提供を申し入れをさせていただいたことでございます。青柳君、引き続ききちんとした対応を防衛大臣にもお願いしたいと思います。それでは北朝鮮のミサイル発射事案について伺ってまいりたいと思います。まず北朝鮮の一連の挑発行動に対する外務大臣の認識から伺ってまいります。今回のミサイル発射の狙い、影響、そして今後グアムへのミサイル発射の可能性、そして韓国の国家情報院、これは北朝鮮プンゲリで核実験の準備が完了したことを国会に報告していますけれども、本件についての受け止め、さらに今回の事案、グアム周辺に向けた発射でなかったことについて、外務大臣は記者の皆さんにですね、北朝鮮はひるんだ、だから日本側に向けて発射したんだ、この旨発言されていますが、この発言の意図するところを合わせてお答えいただきたいと思います。河野外務大臣。北朝鮮は昨年以降2回の核実験を強行し、30発以上の弾道ミサイルを発射しております。今年に入ってからは新型の可能性があるものを含め弾道ミサイルの発射を繰り返し、7月には ICBM 級弾道ミサイルを2回発射するとともに、8月には我が国上空を通過する形でガム周辺に弾道ミサイルを発射する旨公言をいたしております。8月29日の北朝鮮による我が国上空を通過する形での弾道ミサイルの発射は、我が国を含む地域及び国際社会全体に対するこれまでにない深刻かつ重大な脅威であって、断じて容認することができません。昨日から今日にかけまして、日韓で首脳外相レベルの電話会合を行ってまいりましたし、また日米韓の要請に基づいて安保理の緊急会合を開催し、議長声明が採択をされました。
北朝鮮が向こうからしっかりと非核化の意思を明確にし、具体的な行動を取り、対話を求めてくるまで国際社会全体として圧力をかけ続けていく必要があるというふうに思っております。また私の昨日のコメントでございますが、北朝鮮がガム周辺に弾道ミサイルを発射するということを公言したことに対して、アメリカがこれを強行させないという強い姿勢を示したことが、北朝鮮がガムに向けて発射しなかったという一因であるということを見ることを指摘したものでございます。個々の挑発活動に関する北朝鮮の意図について確定的なことを申し上げることは、差し控えたいというふうに思っております。以上です。青柳君。2点、加えて聞きますが、今の お答えで核実験の準備が完了していることについて、どう受け止められているか、そしてもう1点、今の説明で一定程度分かりますけれども、大臣の発言の言葉の選び方によっては事態をより間違った方向、エスカレーションさせてしまうのではないか、ひるんだという表現が適切だったかどうかについて、合わせて重ねて伺いたいと思います。河野外務大臣。核実験につきましては、韓国の国家情報院が韓国の国会に対して、北朝鮮は核実験準備を完了したとの報告を行ったということを承知しております。北朝鮮の核ミサイルに関する動向につきましては、政府として、重大な関心を持って平素から情報収集分析に努めておりますが、個々の分析については、事柄の性質上コメントを控えたいと思います。核実験が行われるかどうかというのはこれはまだ分かりませんが、引き続きアメリカ韓国と緊密に連携をしながら、挑発的な行動の自制というものを求める必要があるというふうに思っております。また私の昨日のコメントでございますが、正確に申し上げますと、北朝鮮が何を考えているのかを申し上げるのは差し控えたいと思いますが、ということで申し上げておりますので、特に問題にはならないと思います。青柳君。委員長、それではそもそも河野外務大臣の金正恩政権についての評価を伺いたいと思います。一連の北朝鮮の挑発行動、これはとどまるところをしませんけれども、とても表現難しいんですけれども、いやらしいぐらいに戦略的にやっているようにも感じます。実際に今回の件も、今ルール説明あったとおり、グアムではなく日本の上空を通過させている。そして本日報道された北朝鮮の発表もですね、米国への牽制だと、米国の言動を注視し、そしてそれに応じて行動を決める、このように発表して、米国はじめこちら側の出方を見ている、本当にいやらしい対応をしていると。そしてこうしたある意味戦略的なことを実現し実施しているこの金正恩政権の指導力、そして指導部の構成、また経済力、こうしたことについて、河野外務大臣どのように分析しているか、北朝鮮の GDP というのはそもそもどのぐらいで、核やミサイルの開発に関する経費、そして実験何度も行っている、これ膨大な経費がかかっているわけです。そうしたコストをどのように見積もり、どのように賄っているか、そしてもう一点、そういう人材をどうやって確保して、そういうことができる人材をどのように育成しているのか、これ河野外務大臣の分析を少し伺いたいと思います。国民は今この北朝鮮、情報が少ない中でどういう国なんだ、日本はどういうふうに分析しているんだ、これ大変関心があると思いますので、説明できる範囲で、なるべく丁寧にお答えいただきたいと思います。河野外務大臣。北朝鮮におきましては、昨年の5月に36年ぶりに朝鮮労働党大会が開催をされ、
金正恩委員長を中心とする体制が確立されたんだろうと見ておりますが、その後北朝鮮要人の粛清を通じ体制基盤が強化されたと見る見方、あるいは逆にこの粛清が体制の不安定要因にもなりうるという見方に、分かれて、おります。我々としてはアメリカ韓国と緊密に連携をしながら北朝鮮に高官を設置している国を含む各国との情報交換を通じて情報の収集分析を行っております。北朝鮮の経済状況を含め内部の情勢につきまして確定的なことを申し上げるのはこれなかなか難しいのが現実でございますが、例えば韓国銀行の2016年の北朝鮮の経済成長率の推定結果という報告書によれば2016年の北朝鮮の名目国内総生産は約3兆6000億円ということでございます。北朝鮮が核ミサイル開発にどれだけ費用をかけているかということもこれもなかなか確定的に申し上げるのは難しいわけでございますが、韓国の外交部などとの意見交換では昨年の2度の核実験と20数発のミサイル発射で少なくとも200億円は下回らない金額であろうというふうに思っております。そのためにこの前回の安保理決議を完全に履行することができれば少なくとも10億ドル以上の外資を断つことができる。これがこれまでの北朝鮮のミサイル核の開発の原資になっていることは間違いないことでございますので、これをしっかり断つというのが大事だと思います。さらにこの大型のエンジンにつきましては様々な見方がありますが、ウクライナ製のエンジンを導入をしたという見方と似ているけどもそれとは全く違うんだという見方、これはヨーロッパとアメリカで見方が分かれているようでございますが、そういう情報もございますので今各国に対して安保理決議をしっかりと履行していただくということと、北朝鮮の労働者、これ安保理決議で今まで以上に受け入れを増やさないということになっておりますが、労働者をしっかり管理する、北朝鮮の外交団を動きをしっかり監視する、こういう要請をしているところでございます。安保理決議をしっかりと履行することによって資金の流入を防ぎたいと思っております。委員長、青柳君。まさに次に伺おうとした点について今お答えいただきましてありがとうございます。北朝鮮の経済の状況、開発にかかるコスト、一定程度丁寧な説明いただいたと思いますし、まさに今外務大臣おっしゃられた通り安保理の声明あるいは決議、これまで累次にわたってやってきておりますけれども、一向にこの北朝鮮の暴走止まらない、これはまさに今外務大臣おっしゃられた通りこの決議されたものこれを履行していくことをきちんと求めていく、これが今非常に求められているんだと思いますので、一層そうしたこの決議を履行していくという働きかけ、これを強めていただきたいと思います。ありがとうございます。次に今回のミサイル発射事案に対する国民への情報提供、これについて確認してまいりたいと思います。今回のミサイル発射事案に対する政府の対応、あらゆる面で私は非常にスムーズで手際が良かったんだろうと、この点は評価したいと思います。 J アラートや M ネットの情報発信が行われた、これも大変素早かったと思います。こうしたことはこれまでの国会質疑再三にわたって取り上げられてきたこうしたことが生かされているんだろうというふうにも思います。しかし一方でいくつかの課題や改善点も浮かび上がった、これも事実だろうと思います。官房長官も今回コメントを出してますけれども、国民に対して情報提供、これを適時的確な情報提供を行っていくんだ、
まあ、こういうコメントを官房長官出されておりますけれども、そういう観点で、いけばですね、まだまだ普段の見直しが必要なんだろうというふうに思います。今回の対応確認すると、朝の5時58分にミサイル発射を確認した、6時1分総理の指示が、そして6時2分に J アラート M ネットが送信された。 J アラートの内容、ミサイル発射、ミサイル発射、北朝鮮からミサイルが発射された模様です。頑丈な建物や地下に避難してください。こういう情報が、まあ、素早く送信されたわけですけれども、この情報、これは私意味あると思いますけれども、これだけだとですね、どの地域にどのぐらいの危機があと何分後に迫っているのか、これが全くわからない。そして今回のように、まあ、今日青森の我が党の増田議員も青森でございますけれども、聞きましたら、まあ、歩いて数分以内に丈夫な建物があるのかどうか、あるいは地下に避難してくれと言われても、青森に地下なんかあんまりないよと、こういう話がありました。これは、まあ、改善の余地があるんだろうと思います。もう一点、さらに M ネットの情報発信ではですね、最後の部分では、今回はその破壊措置の実施はなしという文言、これが発信されています。一般国民にはですね、この破壊措置なしというのを聞いて、分かる人少ないんじゃないかと思います。こうした点について私はまだまだ改善の余地があると思いますけれども、政府の受け止め、ご見解、対応、これを伺いたいと思います。内閣官房横田審議官。お答えいたします。北朝鮮から発射された弾道ミサイルが我が国に飛来する場合、弾道ミサイルは極めて短時間で我が国に飛来することが予想されますために、J アラートによる情報の伝達は可能な限り迅速に行う必要があると考えております。従いまして、国民の避難にかかる時間を確保するために、防衛省から発射方向、それから我が国に飛来する可能性があるという旨が伝達された段階で、まず迅速性を重視をいたしまして、ミサイルの軌道に重なる可能性のある地域に対し幅広く情報を伝達することとしておるところでございます。今回の、まあ、伝達につきましては、総じて迅速な情報伝達を行うことができたというふうに考えて、おるところでございます。今ご指摘ございました、文言、M ネットの文言の点でございますが、これにつきましては M ネットは地方公共団体とか指定公共機関などに、まあ、伝達するためのものでございます。破壊措置という文言、まあ、破壊措置の実施はなしということで今回あれしたんですが、伝達しましたが、破壊措置という文言は防衛大臣が発出する破壊措置命令というものを踏まえてですね、まあ、その文言を使っておるものでございまして、地方公共団体とか指定公共機関などの方々でにはですね、理解をいただいているものというふうに考えているところでございます。はい、委員長。青柳君。はい、今のその情報提供の迅速な対応という点については評価したいと思いますが、一時情報になっているのはこれ防衛省ですから、小野寺大臣どうでしょうか。国民への情報提供のあり方、一時情報の出し方について今後改善していくおつもりありますか。鈴木統合幕僚監部総括官。お答え申し上げます。国民の皆様に対して適時適切に情報提供を行うことという
ことは極めて重要でございまして、政府といたしましては今内閣官房からございましたように、J アラートですとか Mネットを通じて、直ちに国民情報を提供することといたしております。で、今回のミサイル発射につきましては、防衛省から内閣官房に対しまして、発射直後から逐次必要な情報を提供したところでありまして、 J アラート等による伝達も速やかに起こらないためではないかというふうに考えております。ただいずれにいたしましても、国民に対してより適時適切に情報提供ができるようにですね、引き続き防衛省といたしましても内閣官房をはじめとする関係省庁と検討を進めてまいりたいと思っております。ございます。はい、青江君。普段の見直しを行っていただきたいと思います。そして今回12道県に情報送信しましたが、そのうち16市町村で支障が生じたと、報告されているわけですね。このどういう支障があったのかについて、今発表できるものがあればお願いしたいと思います。そしてこの道県で、16市町村に支障があったということですから、これは早期に全国でも調査する必要が あるのではないでしょうか。12道県で16市町村支障があったわけです。これは全国でも調査すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。消防庁杉本国民保護防災部長。お答えいたします。昨日の北朝鮮による弾道ミサイル発射事案におきましては、J アラートによる情報伝達に支障があったのはご指摘のとおり16市町村でございます。不具合の原因につきましては現在調査中でございますけれども、主な不具合の内容につきましては、J アラートの機器に接続をいたしまして、受信機から自動起動機を経由して、自動的に立ち上がるべき防災行政無線による屋外スピーカーですとか個別受信機、それから IP の告知端末ですとか登録制メールなどが動かなかったといった不具合が発生したという報告を受けております。今回確認されました不具合につきましては、まずは当該団体において原因の特定と再発防止を徹底するようにすでに指示をしているところでございます。消防庁といたしましても、こういった問題が他で生じることがないように訓練等もですね、毎年実施しておりますけれども、その有効な方法についてもですね、今後とも考えてまいりたいというふうに思っております。青江君。今答弁はっきり答弁されませんでしたけれども、こういう事態が あるんですから、全国でしっかり調査確認すべきだと思いますので、指摘をしておきたいと思います。次に、小野寺大臣に伺いますけれども、M ネットの情報のところ、そして、小野寺防衛大臣の、コメントでですね、今回の発射事案について、ミサイルは3つに分離し着弾したとされています。これは M ネットの情報でも、そして、それを受けて小野寺大臣のコメントでも確認したと、3つに分かれて着弾したというコメント、これを確認した上で発表されていますけれども、このミサイルが3つに分かれて着弾したということについて、これは北朝鮮側のミサイルが意図的に技術的に最終的に3つに分けて着弾したのか、それともこれは不具合で部品が剥がれ落ちてしまったのか、あるいは3つだったのか2つだったのか、それ以上だったのか、それともそもそもこれ分離してないということなのかについて、改めて、伺いたいと思います。今回そのミサイルが仮に分離してたとして、分離したものも含めて領域外に落下している、我が国の領域の中にですね、何らかのものが落下したということは今回はなかったわけですけれども、仮にですね、ミサイル本体が領域外に落下したとしても、何らかの分離したものが領域内に落下するのであれば、これは撃ち落とすものであるわけですね。ですから、その最終的にミサイルが分離したのか分離してないのかということの確認、把握、情報の把握、これはとても重要なんだろうと思います。ミサイル本体じゃなくても、ミサイルは領域外に行っても、分離したものが領域内に来たら撃ち落とさなきゃいけない、
ということはしっかりその情報を把握してないといけないわけです。今回の件について、最終的に3つに分離されたのか、それは意図的なのか、あるいは不具合なのか、こうしたことについて大臣今日改めて、ご見解を問いたいと思います。小野寺防衛大臣。今回発射されました弾道ミサイルについて、自衛隊の各種レーダー等において発射直後から落下するまでの間、その動きを切れ目なく完全に探知追尾しておりました。これにより直ちに J アラート等を発信して我が国領域に落下するか否かを確認するなど国民の生命を守るために万全の体制を取ってまいりました。他方レーダーはその時々の条件によって本来存在しないものを捉えてしまうこともあり得ます。今回発射された弾道ミサイルが実際に3つに分離したか否かということは飛翔状況の詳細について引き続きさまざまな情報を勘案して総合的な分析を踏まえて結論を得る必要があるとは考えておりますが、今回レーダーで捉えた飛翔物に関してはすべて太平洋の沖1180キロだったと思いますが、そちらの方まで飛翔しておりますので、その途中で我が国の領空に領海に落ちるというものは確認されませんでしたので、今回対応としてはこのような対応になったということであります。青柳君。すいません、ちょっと分かりづらかったのでもう一回確認させてください。最終的に我が国の領域に何も落ちてこなかった、領域外に落ちた、これはそれで結構ですけれども、分離したかどうか、それを把握しているのかどうかについてもう一度、ここ重要な点だと思いますのでお伺いしたいと思います。小野寺防衛大臣。これは昨日の記者会見等でも答えをさせていただいておりますが、レーダーで把握をした場合にいくつかの物体に今回は分けて飛翔したということは確認をしております。その確認でそれが正確に3つだったのかいくつだったのかということに関しては今分析中ということでありますが、いずれにしてもそれぞれの飛翔体というのは我が国に落ちるような状況ではなかったということであります。青柳君。はい、それではまた分析結果出たらご報告をいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。今回の事案では今ご説明ありました通り破壊措置の実施というのはなかったわけですね。今回の事案がその破壊措置を取られなかったというのは今回の事案が武力攻撃事態と認められてない、そして弾道ミサイル等が我が国に飛来する恐れがないから撃ち落とさなかった、さらに事態が急変し緊急の場合になる恐れがないから撃ち落とさなかった、だから破壊措置は実施されなかったということだと思いますけれども、これは先日の我が党の8月10日の本委員会での後藤委員での質疑で、グアムに向けたミサイルでも撃ち落とすことができる場合があるというのが小野寺大臣の答弁でした。どういう場合に撃ち落とせて、どういう場合に撃ち落とせないのか、グアムに向けて撃ったものでも撃ち落とせる場合がある、今回は明らかに我が国の上空を通過している、でも撃ち落としてない、これについて、分かりやすく改めてご答弁いただきたいと思います。小野寺防衛大臣。北朝鮮から我が国に弾道ミサイルが飛来した場合、発射から迎撃までにわずかな時間しかなく、弾道ミサイルの発射が武力攻撃に当たるかどうか、または事故や誤射なのか、極めて短時間のうちに判断することは困難です。こうしたことから武力攻撃に当たると認められていないものの、弾道ミサイルが日本に飛来する恐れがあり、その落下による我が国領域における人命または財産に対する被害を防止するための必要があると認められたときには、自衛隊法82条3に基づき、防衛大臣は内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対して上空で弾道ミサイルの破壊を命ずることができるという規定がされております。このような規定のほか、攻撃の意図が明示され、ミサイルが切迫するなど武力攻撃に当たると認められる場合には、武力攻撃事態認定をして防衛出動の枠組みで対処するということになります。昨日北朝鮮が発射したミサイルは武力攻撃に当たると認められず、またその落下による我が国領域における被害を防止する必要もなかったことから、
自衛隊の部隊における迎撃には至らなかったということであります。委員長、ちょっと時間が来ましたので、今の点はおそらく午後後藤委員がもう少し深く掘り下げるんだろうと思いますのでお願いしたいと思います。最後に1点、伺います。先日の2プラス2の会合で、イージスアショアについての協力を米側に要請して、そして協力を取り付けたということで、小野寺大臣は、会見で発言しています。しかもそのイージスアショアを中心とした新たなアセットが必要だという発言をしています。イージスアショアを中心とした新たなアセットが必要だということを発言していますが、この新たなアセットが必要だというのは新たな防衛構想があるから、すでに出来上がっているから必要だということで、そういう発言をされたんでしょうか。この点について最後に確認して終えたいと思います。小野寺防衛大臣。防衛省自衛隊はこれまでも防衛計画の大綱に基づき弾道ミサイル対処能力の向上を図るということを規定しております。この一環の中で今回もさまざまな検討をさせていただいているということであります。時間が来ましたので終わります。どうもありがとうございました。